100万円貯まったら出ていきます。え？もう誰にも迷惑かけません。佐藤さんところの鈴子ちゃん、うわ、おとなしそうな子なのにね。すっごく頭がいいらしいけど、ああいう子に限って何やらかすかわからないじゃない。本当普通だったみたい。すごいよ、才能あるよ、かき氷の。友達とパーティーやるんだけど、よかったら来ない？あ、あの子ならもう出てったよ。もう娘じゃない。よろしくお願いします。100万円貯めて転々としてるんです。自分探しみたいなことですか？いや、むしろ探したくないんです。探さなくたって嫌でもここにいますから。逃げてるんです。じゃあまた100万円貯まったらここ出ていくんですか？ちょっと待って。自分のことをもっと強い人間だと思っていました。でもそうじゃありませんでした。なんだよお前、マジだったのか。